北海道猿群の位置猿群は、北海道日高振興局の群。人口16,229人、面積 1,735.2km、人口密度9.35人、平平方メートル。以下の2町を含む、1879年に行政区画として発足して、以来、群域は上記2町のまま変更されていない。江戸時代の猿郡域には、 マサキ藩によって去る場所が開かれていた。陸上交通は、都道国の函館から、道東や千島国方面に至る道が通じ、海上交通は、門別に北前船が寄港することもあった。完成10年頃、幕府巡検使近藤十蔵によって吉常神社が創始される。江戸時代後期、猿群行きは、東へぞ地に属していた。国防のため、 完成11年猿軍行きは天領とされたが、文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び天領となり、仙台藩が警護を担当した。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、猿軍が置かれた。北海道1.29町村制止工事の猿軍の町村、ありがとうございます。